どうもどうも、パチスローおじさんです。本日は2020年12月31日でして、2020年、激動の2020年もいよいよラストとなりましたので、パチスロの成績なんかを振り返ってみようかと思います。緊急事態宣言で、コロナの関係で緊急事態宣言とかがありまして、休業期間とかを挟んで、休業期間が終わってから、月ごとの成績を記録するようになりました。で、今まで毎回パチスロに行った時の勝った負けたっていうのを記録してたんですけど、月締めで、月で見ればいくら勝ったか負けたかっていうのを記録するようになったのは、今年の7月からでした。なんでそんなことを始めたのかと言いますと、オンラインサロンの遊び人ギルドというのに私入ってまして、その中で、あんまりサロン内でも盛り上がってる感じはないんですけど、今月パチスロで勝ったよ、負けたよ、みたいなことを、オンラインサロンで報告するために、そういう月ごとにまとめるようにしました。ぶっちゃけ、サロン内のメンバーからリアクションはほとんどありません。そのことはさておき、2020年7月から、記録を、述べていこうかと思います。まず、7月。ババン。7月は、41.2K、勝ってましたね。そして、8月です。8月は、50.6K、勝ってました。そして、9月。ババン。10.2K、勝ってました。もうババンっていうのがもうだいぶ、寒くなってきたのでやめときましょうか。10月は、もとい9月は 10.2K で、10月は、46.4K 買ってました。そして11月。11月は、マイナスでした。23.8K のマイナスでした。そして今の12月。12月は、21.8K のプラスでした。はい。今まで、KK、KK 言ってましたけど、7月から12月のまでの合計は、146.4K のプラスでした。だから、11月だけちょっとマイナス成績で終わったんですけど、7月から12月のトータルで言えば、166.4K の勝ちです。私は、5スローをすることが圧倒的に多いんですけど、20スローも時々やりまして、大きく勝った時、大きく負けた時っていうのは、大抵、20スローをやってる時ですね。なので、例えば11月だけマイナス成績だったのは、20スローをやって、ちょっと後積もしたんですけど、ジャグラーでボーナスの引きがちょっと悪くて、多分設定はあったと思うんですけど、マイナス1250枚ぐらいになっちゃった日があったから11月はちょっと低い感じですね。で、せっかくなんで、一応、大した金額じゃないんですけど、パチンコパチスロで一番大事だと思うのは、マイナスにならないことだと私は思っております。パチンコはね、ちょっと多分最近コロナとかがあった関係でだいぶ厳しいとは思うんですけど、パチスロはほんまに低設定しかないお店っていうのは、もう見る間にお客さんが減ってきますから、そして設定が低くても、期待値ハイエナとかをすれば、勝つことはできますので、パチンコはその U タイムとか最近出ましたけど、U タイムとか、出る前から、パチスロってのは、天井であるとか、ゾーンであるとか、そういうところを、狙っていけば、設定はなくても勝つ方法はあったわけです。で、勝った理由を、語っていこうと思うんですけど、まず、狙える日に狙える機種を狙うっていうことですね。旧イベント日であるとか、
タレント来店の日とか、そういう、まあ、お店が設定を使うっていうのが、まあ、傾向的にある時に打つということを心がけていました。で、20スロ増大とかっていうのも、まあ、その中で10分の2とか3とか多くて4ぐらいで、まあ、高設定が入ってる時とかもあったんですけど、まあ、私は5スローメインで動いてますので、まあ、5スローも力を入れてる日が最近あったりとかしまして、まあ、そういう日に、まあ、狙いに行くと、まあ、競争率が低いのと、まあ、まあ、例えば、ファンキージャグラーを1台5スローに移動させますみたいなのがあると、まあ、ファンキージャグラー1台に対して、まあ、正解か不正解か出すかだけなので、まあ、負けたとしても、まあ、金額は少なくなるというか、ぶっちゃけ6は使ってないと思うんですけど、ファンキージャグラーが移動してきた時は4か5は入ってるような感じがあったので、まあ自然と勝率は高くなります。そしてまあ普通のことですけど、あとはまあ期待値ハイエナをしまくったということですね。緊急事態宣言の休業前、休業後ぐらいがまあ一番顕著でしたけど、まあ、バジリスク絆2の、期待値ハイエナを一番してました。もう今はみんな、通常時の仕組みを築いているので、美味しい台っていうのはそうそう落ちてないと思うんですけど、通常時がまあ400ゲーム経過してるぐらいの台を、まあ、BC スルー回数がまあ、0回でも1回でも2回でも、まあ、0回は逆にチャンスなんですけど、まあ、スルー回数はそこまで考えなくても400ゲームぐらいから狙っていけば安定して勝つことができました。まあ、バジリスクタイム突入率が、設定1でも50%以上はあるような状態まで400ゲームでいけますから、まあ、大きく負けることはなかったですね、絆2のハイエナをしていて。まあ、何より良かったのは、やっぱミッションが、ユニメモミッションが消化できたっていう部分でしょうかね。まあ、ハイエナの次に、これはまあ、ブログでも動画でもよく言ってますけど、まあ、チョダマするってことですね。私は今、5スローで2万枚、20スローで8500枚ぐらい、チョダマがありますから、先ほど言った140何 K とかいう以外にも、まあ、チョダマもまだあるという感じです。まあ、機種に対する知識とか、リールをね、押す、ビタ押しとかの、そういう技術とかも関係なしに、チョダマをすれば、それだけでも負ける確率ってのを減らすことができますから、確率というか、まあ、負けにくくなりますから、まあ、チョダマしとけば、もう、どんな人でも平等に、負けにくくなります。そして、まあ、あとは、イロハにメゴ姫を打つということもやってました。実は緊急事態宣言前に、マイナス2000枚2日連続行くっていう、まあ、悲惨な目にあったんですけど、この12月に入ってから、打ってると、ようやく甘いところも、体感できるようになりまして、まだメゴ姫単体ではマイナスなんですけど、マイナス4000枚から、まあ、マイナス1000枚ぐらいまでは、メゴ姫で戻しています。まあ、カンパできたら104%っていう感じで、カンパしないといけないんですけど、まあ、甘いところをまあ経験してみると、まあ、甘いんだなっていうのがまあ分かるというか、まあ、全国では赤字を垂れ流しているらしくて、あと、東京とかも関東の方とかじゃ、もう、メゴ姫目当てで、設置店を探したりとかっていうような人もたくさんいるようです。私の行ってる店とか、私の住んでる町で、メゴ姫は、5スローコーナーとかにしか置いてなくて、20スローにメゴ姫置いてる店はいよいよなくなったんですけど、まあ、もう、いつ打たれても、期待値がプラスの台っていうのを20スローに置けない状況なんだなと、まあ、思える次第であります。そして、まあ、あとは、心の問題ですけど、これもまあ、いろんなところでブログに書いたりとか、話したりとかしてるんですけど、負けた時にそれを取り返そうとしないという気持ちが大事です。私が11月だけマイナス成績、2万円以上マイナスだったんですけど、
その2万円を取り返すために20スロー打つ機会を増やすとか、もうなくなりましたけど、まあ、ミリオンゴッド凱旋を打つとか、あるいはその期待値がないけど期待値が薄い台を、まあ、天井狙いで打っちゃうとか、ジャグラーの合算だけを信じて打っちゃうとか、もしくはその旧イベント日に自信もないのに朝一から攻めるとか、そういうような2万円、2万5千円負けたのを取り返そうとして、普段しないことにチャレンジするようなことは私はしないようにしてました。これはもう、パチスロで生活してる人とかも当たり前だと思うんですけど、昨日負けたから今日は、危険なことにチャレンジするなんてことは、まあ基本的にまあないと思います。まあでも、どう考えてもまあ設定ありそうな、ジャグラーを20スローで、夕方ぐらいから打ち始めて、全然ボーナス引けなかったっていうような悲惨な結果で2万5千円ぐらい負けたんですけど、まあ心がなかったことはないんですが、ただ、それを踏まえて無茶もしなかったということです。なので、まあ、11月はマイナスでしたけど、12月は、プラスになりましたし、まあ、そもそもその10月まで、7月から10月までのプラス分のうちに、11月のマイナスは収まっているので、まあ、全部トータルでは勝ってますし、まあ、11月という月という区切りでは負けちゃったというだけですね。で、まあ、コロナで停止していたアルバイトが、11月ぐらいから、また行くようになりまして、まあ、パチスローに行ける日っていうのが、まあ、そもそも少なくなって、まあ、12月で、ゴスロで女姫を何回か打ってたっていうのは、まあ、パチスローしたいっていう気持ちがあったのと、まあ、負けたくないっていうのがあって、メゴ姫は、まあ、逆に言うといつ行っても104%っていうのがあるので、まあ、なんでしょうね、趣味打ちっていうとなんですけど、やりたい気持ちが高まったら、まあ、メゴ姫だなという感じでやってました。まあ、本当にメゴ姫で稼ぎまくりたいんだったら、もう毎日行くっていうことなんですけど、まあ、5スロにしかないっていうのもありますし、20スロだと逆にちょっと私は心理的なハードルが高くなっちゃうんで、20スロにメゴ姫を毎日打ちに行くようなことは多分しないと思うんですけど、まあ、チョダマでメゴ姫打って、展開が良かっていっぱい増えたら、まあ、交換して帰るみたいな感じで12月は遊んでました。はい、そんな感じでした。まあ、最後に、まあ、パチスロとどう、パチンコパチスロとどう付き合っていくかですけど、まずパチスロっていうのは、まあ、遊びであると。だから遊ぶぞっていう気持ちで、まあ、行くわけでして、で、まあ、それでも勝ちたいんだったら、遊びたい気持ちを、抑える必要があるというか、遊びたいけど今日は勝てる日じゃないから行かないとか、いうような選択は、まあ、必要になってくると思います。あと、仕事が終わって、パチンコ屋に夕方とか見に行って、いい台がないから、期待値を拾える台とか、ジャグラーを後積もできる台とかがないから、店に行ったけど、パチスロはしないで帰るっていう日を、まあ、自然と多くなります。私はだから、行ったけど何もしないで帰ったっていう日の方が、パチスロした日よりも確実に多いです。また、パチスロで食ってく、パチスロで生活していくとなると、まあ、もっともっとそのパチスロをするべき日を、するべき人、するべき店を増やしていく必要があるわけでして、まあ、そこまでパチスロに、浸透したいか、もしくはそのパチスロで金を稼いで生きていきたいかっていうのとかは、まあ、人それぞれだと思います。まあ、パチスロで生活するようになると、パチスロに対するこの楽しい気持ちがなくなるみたいな話もありますから、そうですね。まあ、私がパチスロで生活したいかといえば、
まあ、それ以外のことで、この YouTube もそうですけど、それ以外のことで、まあ、今はお金が稼げた方がいいかなと思ってたりもします。まあ、アルバイトも一応再開されたので、まあ、そういうアルバイトとかもまあしながら、パスロとかもしながら、動画とかもしながら、まあ、楽しく生きていけたらいいななんて思ってたりします。はい、そんな感じでした。まあ、何か参考になることがあれば、いいと思っています。まあ、なんか締めがよくわからんですけど、以上です。2020年、この仮想チャンネルを、動画を見てくれた方がいらっしゃいましたら、そしてもう15分以上経過しているこの動画のここまで聞いてくださってる方がいらっしゃいましたら、ありがとうございます。2021年も、いろいろな動画を、アップロードして大暴れしていこうかと思っております。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。おや？なんとマスクマンが起き上がり、こちらを見ている。マスクマンを助けるために、チャンネル登録をしてみませんか？マスクマンは弱い弱い絶滅危惧種なのです。チャンネル登録してあげましょう。